こんにちは。こんにちは。みさきです。はい。です。渡辺です。はい。はい。始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。お願いします。はい。今日は誰でもできる編み下ろしアレンジを私がやります。よろしくお願いします。お願いします。はい。髪の毛が多い方、ぜひやってみてください。はい。はい。本当に誰でもできますよ。はい。はい。では。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴くらい出します。手のひらに伸ばして、毛先からしっかりと全体に伸ばしていきます。ここの隙間が埋まるように遅れ毛を少し出します。耳上で上下に半分に分けます。斜めに分けます。左が上になるように2回転髪の毛をねじります。ゴムで結びます。右手でここの3箇所を出して、左手でここの1箇所をほぐしていきます。下の髪の毛を半分に分けます。左の髪の毛を上に持ってきて、外に2回転ねじります。真ん中の髪の毛に巻きつけていきます。ゴムで結びます。反対側の髪の毛も同じようにねじって巻きつけていきます。ゴムで結びます。ゴム付近の2箇所をほぐしていきます。ヘアアクセを使います。真ん中あたりにヘアアクセをつけて、完成です。こんな感じで出来上がりました。後頭部にボリュームが出にくい方は結構ねじったりとかしてボリューム出していくと思うんですけど、この方法だと分けてねじったりとかしても割れたりしないですし、ボリュームも簡単に出ますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。またね。お疲れ様です。みさきさん、多分皆さんこう気になってた部分があると思うんですけど、はい、これ顎どうしたんですか？結構普通に転びました。ね、なんかこれキズパワーパッド、パワーパッドです。ここもパワーパッドやってますよね。気になりますよね。テーマやですよね。普通に転んじゃったんですけど、はいはいはい、結構冬は乾燥で、やっぱり血も止まらないし、恥ずかしい話、ちょっとこの人生で一番最悪の大怪我だと思います。この生きてきた中での、はい、恥ずかしい。顔はちょっと本当恥ずかしい。女性のね、はい、顔はやっぱダメですね、多分ね。まあ、季節的にもマスク常備の季節で良かったですよ。良かった。なるほどなるほど。はい。皆さんこれ気をつけてください。ですよね。これ結構動画では多分皆さん分かってると思うので。はい、恥ずかしい
ね、最後にこれちょっと言っとこうっていう感じでした、はい、なんでってなる前に、はい、ありがとうございます。前髪切ったんですね、またね、はい、切っちゃいました、ね、オンザ眉毛のオンザ顎の意味がわからないですけど、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。Thank you.